ニングジャニングジャニングドライブできて、決めました。これもそうですよね。この一手で決め切ってしまいます。ブロックも見えてたでしょうから。ジャニングフローター決めてきました。柔らかいですね。いいゲームしてますね。ジャニング抜けた。ジャニング落ち着いたコンビ、大久保さん、篠山、外に出してジャニング、ジャニング決めた、はい、ジャニング、わあ、これは先ほどの。さあボールは川崎です。ジャニングが畳の目を出していきましたが、ファジーカス広島の場合ちょっと1対1になりすぎてますね。はい、ジャニングアタック、いやこれを決めていきます。疲れています。ジャニングがフローターープレーの継続でファウルとなりましたね。おー、終わった。ジャニング、おほほほほ、これか。おお、すごいな。変化を変えてまいりました。カズキです。ちょっとトロッコジャニング、おーシュートになります。ジャニング、ジャニングフェイダーウェイ決めてきます。カズキジャニング、ジャニング、おおこの体勢で下がって、うわー、これ決めてきました。ジャニング、マッケンジーがつく、決めてきた。インサイドのところにボールを入れて、この流れでオフェンスの攻撃を増やしていきたい。あとジャニングから引く、はい、入りました。マットジャニングに今村ついてきます。キス、今村が取ったんですけれども、ゲームの入り第一選手のためについてましたからね、このぐらいのサイズの選手がいるとっていうことで、中に行っていた、飛び込み、外、もう一度バウンド、中、外、中、ここで中に来ました。これがなんかちょっと行かなきゃいけないんです。その数で勝負したんですね。上段キスに通って、これはノースリーのファウル、たくさんの選手が今シーズンは B リーグに加入しました。キースとキースとキース、ダニングで、キースへ、ここはワイドオープンで、そして藤井が戻ってきて、スリーポイントはリバウンド、東京、取れない、ジャニングプレーとしてゴールした。この能力ですね。そこから長谷川がジャニング、ジャニング個人技か、外ヒープスリーポイント、川崎のディフェンスが非常に機能しています。ゴーラ、中で飛んできて外に出したキースのスリーが来ました。ダブルのスリーに行って、ジャニングからビハインドバックで藤井へ、驚きがのように来ます。川崎にはなったのかな、ところプレーを奪い、藤井だった。そして松田へファールなしか。ジャニング、アギラール、カバーがここから打って、これが決まりません。決まりました。インムーブからビハインドザバックパス、エスバジーカス。ジャニング、ビハインドザバックで、アギラールはスリーポイント。ジャニングはスリーポイント。ジャニングはダバセル、ここ行きますからね、はい、花火があって、アゴーマーク、ジャニング、アリリューフ、キープ。これね、ジャニング、ロールしますよ。そしてマット・ジャニング、ここはアリューフ、ね、レバンスのボール要求、増田とのミスマッチ。
ッチついてダーラムを追って、そこからジャニングのブロック、ダーラム運んでダブルチーム、あとは逆に切られた、おー、ジャニングブロック、ハルシーゴーブロックショット、ジャニング24秒バイオレーションで、キーさあ、ブリックです、外からと思いきや中に勝って、うわ、これもインバウンド、ブロックショット、もう一回もう一回すごいことになってます。で、エヴァンスとクーリーが合わせ、後ろからジャニングブロック、ちょっとあのクーリー速攻でいきたい、いただき、あー、ナイスリース、バットをやりました、さあ、そしてナイスリースが、バスケットバスケットバスケットバスケにアジャストしていっているということで、逆にあんまりああいう打たれ方をしてないから、はい、ハノバーがオーバー、オーバー、カットハノバー、ジャニスに及ばず記録です、ジャニスが高い位置から進みます、あー、ジャニスのスチール、ジャニスが手を出す、奪った、藤井、田口、田口、あとジャニス、こうこうどういう風にあの考え方を持ったということを整理するんだと思いますね、スリーでそのまま打つのか、はい、これを継続するのか、やっとジャニング今日いい守備一発目、もうちょっと意識しておかな、サードベースね、あー、奪った、さあ、ジャニング3体にアウトナンバー前田決まりました、お、ジャニングスティール、そのまんま自分で行く、で藤井と交換してレイアップ、ドーンが昨日前半やっぱり効いてるんですよね、はい、あー、ジャニング奪った、パチンとする、ここはマルビンの高さ、でも狙われた、そしてうわ、静まり返る中、ジャニングが決めてきました、シーズン前テリアの最初は語っていました、さあ、ジャニングスリーポイント打ち出した、これもそこから決めていきました、ここですよね、そうですね、ファジーカス、ジャニング、スリーポイントきた、ジャニング動きながら来た、カットが来ました、ちょっとこれもミートしてきてるんですよね、でこれエンドってその中でのオフェンス、ジャニングが来た、ジャニング、タイトルをもたらしたキャプテン富樫勇樹、マット・ジャニング3、これが彼の本来持っている力ですね、そうですね、証明し続けてる、ジャニング、さあ、この期待の新戦力です、このまま、ジャニング、これも外からだ、いや、これも決めてきた、ここはフィーターボールとスクリーン、ジャニング、スリーポイント、はあ、のポジションです、ジャニングのスリーポイント来ました、これ警報レベルになりそうですね、そうですね、ここから他の人にも、篠山、ジャニングには須藤、おお、このジャニングが非常にボールハンドリングいいので、いいですね、いや、またこうドリブル、そしてリアコン、合ってないというか24点、そう、まだ24点なんですよ、ジャニング2本目が、うわー、来ましたね、バトルジャニングのスリー、きたー、いただいてたのかんですけれども、これはこぼれています、いや、スタートを戻りの流れかなり早かったんですが、ここで来ました、狙いとしたら距離が決まってこないで、逆にここはうわーマットブレイクになりました、ダウンアンドか、ジャニング、ジャニング来た、スリーポイント、リバウンドはどうだ、浜崎です、
スバックスリーポイント決めた。これは大きな点、流れが変わることで予想されます。決めて、よく決めましたね。これはちょっとバッタリしましたが、レギュラーシーズンおっと来ている。これはシビア、ただこのジャニング決めた。ここでジャニング今度は2ポイントショット、ブザービーター。良さそして安定感、昨日と素晴らしいのがありますね。いや素晴らしいですね。そうですね、明日は、はい、ジャニング逆に川崎はひとつ沈めて終わるそうですよね。さあジャニングのスリー、ジャニングいますからね、1人ジャニングが最後スリーポイントを沈めました。はじかせて、はじきましたね、はい、あー入りました。これはでかい、これはで、本日今日 MVP に選出されましたのは今日ナンバー23マージャニー。